美咲ちゃん、そんなに膨れちゃダメ。可愛い顔が台無しよ。もう、イオちゃんってば子供扱いしないでよ。スズナだって、さっきは私が世間知らずの子供みたいに言って、ほんと失礼しちゃうわ。どっちの方が子供っぽいのよ、まったく。あんな言い方をしなくてもよかったんじゃないかしら。人のせいにするのは先生あまり感心しないな。イオちゃんまでスズナの味方？だって人には誰にでも言われたら傷つくことの一つや二つはあるでしょ。もちろん美咲ちゃんがわざと言っただなんて私もスズナちゃんも彼だって思ってないから安心して。それに私は二人の味方よ。だって先生だもん。だから美咲ちゃんも素直になってスズナちゃんの気持ちになってみたらどうかな。そうね、スズナの気持ち、完璧に怒らせちゃったわよね。そんなつもりなんてなくて、励ましたかっただけなのに。どうしよう、嫌われちゃったかな。絶交されちゃったらどうしよう。キャ、いきなり何すんのよ。どさくさに紛れて弱みにつけ込もうとするなんてひどい男ね。大人のレディーはそんな手に引っかかったりしないわ。覚えておきなさいよ。まったくもう、あんたのせいでちっとも集中できないじゃない。スズナのことで頭がいっぱいだっていうのに。君のおかげでちょっと元気が出たみたい。ありがとう。それにしてもどうして今回のイベントに誘ってくれたのかしら。しかも私たちの分までいろいろとバカンスの手配してくれたみたいだし。それなのにあんなに怒らせちゃって。私レディ失格かしら。スズナちゃんがあんな言い方をしたのは本当に美咲ちゃんのせいじゃないと思うの。そうかしら。ええ、そうよ。少なくとも私はそう思うな。だってあんなに楽しそうにこの島に誘ってくれたのよ。きっと何か他に気がかりなことがあるんじゃないかしら。だから美咲ちゃんはもう落ち込まないの。イオちゃんがそう言うなら。でも気がかりなことって？モデルさんのお仕事のことはわからないけど、どうしてもイベントをしなきゃいけない理由とか。そうだ、さっきのファンの子に会ってみましょうか。何かイベントのことで知ってるかもしれないわ。そうね、もしかしたら何かわかるかもしれないわね。それじゃあ早速行きましょう。すみません。やっぱりもっとスズナちゃんとお話がしたくて来ちゃいました。あら、あなたスズナちゃんのファンの。はい。あれ、スズナちゃんは？ちょうどよかったわ。スズナちゃんのことでちょっと聞きたいことがあるの。というわけなの。何か心当たりないかしら。そうですか、この島の天気のことを聞いてしまったんですね。私たちもどうしてこうなったのか。せっかく来てもらったのにごめんなさい。まったくよ、最高の夏のスタートが切れそうだったのに。ステージに立つスズナちゃんを応援してみたいわ。ですよね。
私たち島に暮らす女の子にとってランドソルで活躍するカリスマモデルたちはすごく遠くて憧れの存在なんです。村長から今回のイベントにぴったりな有名人を教えてほしいって言われて鈴名ちゃんを推したの。それでオファーの手紙に鈴名ちゃんのことが大好きだってたくさん書いたら。え、行く行く、モチ行くし。その島ってランドソルから超遠いんでしょ。そんなところにもうちのファンの子たちがいるなんてめっちゃ嬉しい。マジみんなのためにうち超頑張るから、モニカワのイベントにしちゃうね。そうだ、せっかくだしうちの友達も連れてっていいかな。みんなで盛り上げるからさ。じゃあやろう。で、返事が来たの。それ見た瞬間島の子たちのテンションバリ上がったんだよ。うちらファンのこと一人一人を大事にしてくれるんだって。すずなちゃんって見た目がイケてるだけじゃなくって性格も神ってるよね。すずなってば今回のイベントにそんなに思い入れていたのね。そうならそうと言ってくれればよかったのに。それなのに私ったら、また来年どっかでやればいいなんて簡単なこと言っちゃって。多分きっと照れくさかったんじゃないかしら。どうして？美咲ちゃんは友達だけど、ステージの上に立つ自分を見る観客の一人でもあるからよ。お仕事でこの島に来るわけだし、きっと美咲ちゃんにもイベントを心から楽しんでもらいたくて、だから黙っていたんじゃないかな。すずなったら変な気を使うなんて水臭いわね。すずなのくせに慣れないことするんじゃないっての。でもなかなか大人のレディーらしい振る舞いじゃない。私もレディーとしてすずなに何かしてあげなきゃいけないかしら。美咲ちゃんって本当にすずなちゃんと仲良しなんだね。仲良しっていうか、私と同じように学校に通ってるっていうのにモデルの仕事も頑張ってて、こうやって島にも来られるほど有名なんてすごいと思ってるの。すずなには内緒よ。私がこんな風に思ってるだなんて絶対に知られたくないわ。だから何か私にも手伝えることがあればいいんだけど。それならぴったりなことがあるよ。え、本当？本当は明日すずなちゃんにプレゼントしようと思ってたんだけど、きっと美咲ちゃんの方が喜んでくれそうだから。何何、すずなのためなら何だってやるわ。っていうのはどうかな。それいいじゃない。今すぐ始めましょう。まずあんたはスズマを呼んできてくれる？私がその間に準備するから、イオちゃんは私を手伝って。はーい。すっかりいつものミサキちゃんに戻ったみたいで安心したわ。じゃあよろしくね。スズナちゃんを迎えに行ってきてね。ちょっとオコプンしすぎちゃったかな。せっかくミサキッチたちと夏の思い出を作りに来たんだし、喧嘩は良くないって分かってるんだけど。わあ、また雨か。マジ天下げ。明日のイベント本当にできないかも。誰か泣いてるの？うちだって泣きたい気分なんですけど。ってもしかしてミサキッチが泣きながら追いかけてきたとか？ミサキッチ、さっきは。
私の水着姿のお披露目ね。なさそうだけど。チャスチャス、あなたは誰？あ、もしかしてあの神様？なわけないよね。え、正解だったの？でもなんで天神様がこんなところにいるんだろう。明日のイベントをやるには天気をどうにかしてもらいたいけど、でも、なんか…ねえねえ、さっきから悲しそうにしてるけど、なんか嫌なことでもあったの？って、言葉通じるわけないか。うち、さっきからつい話しかけちゃってた。わろう。友達と会えないから…え？友達と会えないから、悲しいの。通じるなんて鬼ヤバじゃん。人間じゃないのにうちらの言葉が話せるなんて、バイリンガルってやつ？もしかしてこれってミチとの遭遇だよね。ヤバババババ、うち超すごい体験してるかも。ねえねえ、せっかくだしちょっとお話ししちゃわない？その友達って島の誰かってこと？うん、私と同じ精霊の友達。人間たちからは晴れ神様って呼ばれているの。天神様と晴れ神様か。呼ばれているってどういうこと？本当の名前は？お互いのことはなんて呼んでるの？ないの。私たちはいつも一緒にいるから名前で呼び合う必要がないの。なるほどね。じゃあ友達なら2人だけのあだ名とかあった方がよくない？うちが考えてあげるよ。どうしよっかな。そうだ、天神様は雨吉で、晴れ神様は晴れ吉。雨吉と晴れ吉、どうどう？晴れ吉、うん、いいと思う。雨吉と晴れ吉。うちはスズナだよ。雨吉やろう。ありがとう、スズナ。気に入ってくれたみたいで嬉しい。晴れ吉とはどんな仲なの？いつも一緒に目覚めて、ちょっとしたことでよく喧嘩しちゃうんだけど、でもたくさん遊んで夏を過ごすの。それでまた次に会う時まで一緒に眠るの。へえ、なんかずっと遊んでばっかで楽しそう。授業とか宿題とかなくてうらやま。授業？それはよくわからないけど、いつも晴れ吉と一緒にいるの。人間たちも私たちのことを見守ってくれていた。それが嬉しかった。だけど春に目が覚めた時、私しかいなかった。この前喧嘩して仲直りしないまま眠ったから、起きてくれなかったのかな。もう遊んでくれないの。晴れ吉に早く会いたい。嫌われてないといいな。雨吉、うちもその気持ちすっごいわかるよ。どうして？この島にはね、仕事で来たの。島の子たちから来てって頼まれたんだ。でも一緒に来てもらった友達とちょっと言い合いになっちゃって、明日のイベントが終わればしばらくオフだから、パーッとバカンスしようと思ってたのに。スズナも友達と離れ離れ？
そんな感じかも。その友達とはね、同じ学校に通ってるんだけど、廃校になるかもしれないんだ。マジヤバくない？あ、廃校ってのは学校がなくなるってこと。そうなっちゃうと、もう今までみたいに遊べなくなるじゃん。だから今年は友達との、もしかしたら最後になるかもしれない夏休みなんだけど、うちらこの島に来ない方が良かったのかな。でもうちモデルだし、このオファー受けないなんてありえないよね。あー、なんでこんなことになっちゃったんだろう。あ、ヒデさん、心配かけちゃった？ごめんね。うちは大丈夫。頭冷やしてただけだし、ちょっと言い過ぎちゃったって反省してたんだ。ねえねえ、それより聞いてよ。じゃーん、この子が例の天神様、モニカワじゃない？それヒデサイ渾身のギャグ？今はマジ全然笑えないし、ほらこの子だよ。ってあれ、本当にいないじゃん。おかしいな、さっきまでアメ吉がいたんだよ。なんか悲しそうに泣いてたんだ。天神様って呼ばれてるけど、でもそれは本当の名前じゃないの。なんと自分には名前がないんだって。ビビるっしょ。だからうちがアメ吉って名前をつけてあげたんだ。そうそう、あとね、精霊なのにうちの言葉が分かったの。ちょっとだけだけど一緒に喋ったよ。お、どんな話って、ね、なんだって、喧嘩するほど仲がいいってやつ？鬼泣ける話じゃない？ヒデサイはそんな友情どう思う？超エモって感じじゃない？うちとミサキッチ？言われてみればそうかも。いつも喧嘩しちゃうところとか。でも本当は励ましてたり褒めようとしてるだけなんだよね。あれ？ってことは、さっきのミサキッチが言ってたことって、うちがイベントが中止になるかもってことで落ち込んでたから励まそうとしてたのかな。そっか、うち仕事のことばっかり考えすぎてたかも。いつもならすぐ気づけたかもしれないのに、今日はなんか超テンパってたっぽい。思い出させてくれてありがとね、ヒデサイ。え、ミサキッチ、うちが怒ったことに泣いてたの？ヒデサイ、ボサッとしてないで急ぐ。村に戻って早くミサキッチに謝んなきゃ。おかえりなさい、スズナちゃん。さっきはごめん。ちょっと、そんなに強く抱きしめないで。レディはもっと優しく扱うものでしょ。いいじゃん、いいじゃん。あのね、さっきはちょっときつく言い過ぎちゃった。ごめん。もし今年で学校がなくなっちゃったらどうしようって、夏休みの前からずっと考えてたんだよね。やっぱ気になるじゃん。それはそうだけど。しょ？ええ、そうよね。よかった、ミサキッチ分かってくれた。え、それだけ？え、それだけって？だって
もしかしたら来年はもう一緒に遊べないかもしれないんだよ。それって鬼寂しくない？ヒデサイとちゃんよともバラバラになっちゃうかもなんだよ。そしたら絶対今年のうちに一緒に思い出を作んなきゃじゃん。スズナちゃん、だからうち一人で勝手にパニクってたっぽい。それでミサキッチが励ましてくれてることにも気づけなくって。ミサキッチ、だからマジごめん。別に励ましてたつもりはないけど。余計なこと言うんじゃないわよ。だいたいね、もし学校が別々になっても私たちが友達じゃなくなるってことにはならないでしょ。だって私たちは場所が離れても、どれだけ時間が経っても友達よ。ミサキッチ、それに私は時間が経てば経つほどもっと素敵な大人のレディになってるに違いないわ。どんどん魅力的になっていく私に期待だわ。まあでもスズナが今回の仕事とバカンスにそんなにも気合い入れてたなんて、気づけなかった私も悪かったわ。私もレディーとしてまだまだだったみたいね。これでまた一つ気配りのできる素敵なレディーになっちゃったわ。スズナ、私こそ今日はごめんね。それでよかったらこれ食べてくれる？このパフェどうしたの？フルーツが山盛りじゃん。私たちからのお礼よ。こんな素敵なバカンスを用意してくれたことのね。さっきビーチで会ったスズナのファンの子たちが手伝ってくれたの。食べたらきっと元気が出るからって。ミサキッチありがとう。マジ好き。分かったから早く食べなさいよ。ごめんごめん。私スズナちゃんとミサキちゃんの担任でよかったわ。こんな素敵な子たちを生徒に持てて本当に幸せな先生ね。もちろん君や他の生徒みんなのことも大切に思っているからね。じゃ、いただきます。これめっちゃやば、鬼うまだよ。当然よ、私が作ったんだからね。マジ美味しくてすんごいバイブス上がってきたし、アメキチもこれ食べたらきっと元気出ると思うな。アメキチ？うん、天神様のこと。うちがあだ名つけてあげたんだ。スズナちゃん、天神様と会ったの？そうだよ、さっき会ったんだけどなんか元気なさそうだったんだ。え？そういう大事な話は先にしなさいよ。ごめんごめん。ミサキッチの作ってくれたスイーツがマジ美味しくてすっかり忘れてたし。それなら仕方ないわね。それでね、なんかもう一人同じ精霊の子もいるって聞いたんだ。でも島の人たちってそんな話してたっけ？うちあんま覚えてなくて。ちゃんよは覚えてる？ええ、あの時は天神様の名前しか聞かなかったわ。でも確かに他の子もいるって聞いたのね。村長さんを呼んで詳しく尋ねてみましょう。スズナちゃん、村長さんを待っている間どんな話をしたか教えてくれる？了。何かお困りごとですかな？村長さん、わざわざすみません。早速なんですが、天神様ではなく晴れ神様について教えてくれますか？どこでその名を？その反応
何か怪しいわね。いや、スズナがアメ吉と会って直接聞いたっていうのよ。ああ、アメ吉ってのはスズナが天神様につけたあだ名ね。ちなみにその晴れ神様は晴れ吉ってあだ名に決まったそうよ。さあ、白状するなら今のうちよ。何を隠していたか言いなさい。なんと、よもや天神様と直に会い、晴れ神様のことを聞いてしまうとは。秘密は隠しきれないということですな。やはり鈴名さんにお願いして正解だったのかもしれません。どういうこと？それはこれからお話ししましょう。まず皆さんはどこまで事情を聞いているのでしょうか？毎年やってる儀式で、今年はアメキチちゃんだけしか目覚めなかったというあたりかしら。うちもそんなところ。なるほど。その理由はおそらく2体の精霊を目覚めさせるだけの祈りの力が集まらなかったと考えています。なぜ集まらなかったのかは分かりません。私たちはいつもと同じように今年もこの島の夏に恵みを与えてほしいと願っていたのですが。それからずっとアメ吉は一人で過ごしてるんだね。すっごい悲しそうで、うちも見ててつらかったし。アメ吉ちゃんとハレ吉ちゃんはとっても仲良しさんなのね。一人ぼっちでかわいそうだわ。ええ、それに今この島に雨が降っている理由は天神様だけが目覚めているからなんです。それの何がダメなの？天神様と晴れ神様は天気をコントロールすることができる存在。しかしそれはあの2体が揃っている時に限ってのこと。どちらか片方だけではその力に振り回されてしまい、島の天気は悪くなるばかりなんです。でもしばらく雨ばっかりだけど、夏が終わればアメ吉はまた眠るんでしょ？そういうわけにもいかないのです。まだあるの？このままだとその力に飲み込まれて暴走し、自我を失ってしまうと言い伝えられています。すでに天神様はいつそうなってしまってもおかしくないでしょう。そうなってしまえばこの島の天気は荒れ狂い、とても人が暮らせるような状態ではなくなってしまうと言われています。やばばばば。そこで島の未来のため明日のイベントに全てをかけようと企画したのです。毎年この島の海開き初日から多くの観光客が集まってくれます。それでもきっと十分だと思ったのですが、念には念をと思い、さらにより多くの祈りの力を集めるためランドソルで人気の芸能人などを呼ぼうと考えたわけです。そこで島の若者たちに意見を募ったところ。スズナに決まったってわけね。そうなんです。みな口を揃えてスズナさんの名前を挙げていました。まさかそんな有名な人がこのような島に来てくれるとは。でもさ、だったらなんで最初からアメ吉のこと言わなかったの？言ってくれたらよかったのに。それは島の勝手な都合で、スズナさんには余計なプレッシャーを与えてはいけないと思ったからです。それで黙っていようと。しかし利用していたことには変わりありません。騙すようなことをして本当に申し訳なかった。平気平気。
うちのファンの子たちがいるならどこだって行くし。確かに精霊を起こしたり島の天気をどうにかしたりなんてモデルの仕事じゃないけど、でもそれでみんなが笑顔になるならそれもモデルの仕事だし。スズナさん、では改めてお願いをさせてください。明日のイベントで集まった観光客たちに呼びかけて、どうか晴れ神様を呼び起こしてください。雨神様はもう限界の状態です。このままではこの島に二度と夏がやってきません。りょ、任せて。泣いてる雨吉も笑顔にさせちゃうし、それにこの島に来たのはうちだけじゃないしね。当然よ、このあたしの美貌に引きつけられてきっと嫌でも目が覚めるに決まってるわ。任せて、先生なんだし私がみんなを守るわ。ヒデサイもやろう、期待してるから。